よろばんに合わせよ。もごもごいみだ。今までずっと関軍の話をしてきましたが、その中で金消しという女性がいましたね。今日はその金消しの話をちょっとやってみましょう。どんな人物だったんでしょうかじゃあ、いたんまず金消しの出身から見てみましょう。ま 生まれた年度はわからないんですよ。ただ、死亡した年度が1623年は、まあ、記録がありますが、ただ名前からちょっと見てみると、この金啓氏の石が、韓国で紛を意味するトンと言いますよね。それの訓読みが、 死だったんですよ。なので、実際の名前を解釈すると、金ム・ケトン。つまり、毛が犬を意味しますので、犬の糞という名前で。朝鮮時代に、ちょっと先民の情勢によくあった名前だらしいですね。まあ、一旦それ以外にも、いろんな記録で、ケヒ、またはカヒとか書いてるのを見てみると、一旦名前の記録にそんなに力を入れてなかったような気がします。なので、実際は、今の言及学会で、 では先民出身ではなかったのかなという要素をしていますねつまりお名前は金景氏ではありますが実際金景品なのか金回避なのかは今のところよくわからないということなんですね で、この金消しなんですけれども、まあ皆さんもよくご存知のように、金軍の最愛の女性でしたが、実際は金軍のお父さんである孫樹も金消しが好きだったようですよ。微妙な三角関係、韓国ドラマあるあるですよね。 で、最初、金氏なんですけれども、記録によると、関江軍の国女として登場しますね。で、それを見た村上が、この金月という女性が頭も良くて、賢い子だなと思ったらしくて、関係軍からもらいますね。基本的に、訓練というのは、王の女性なので、まあ、村上が、この、 孫栄軍から金芸氏を奪うっていうか、もらうことは、まあ法律的にそこまで問題はないので、誤解はしないでくださいね。で、村上にいた金芸氏は、木にいられたようなので、村上の寝室にも入ったことがあるみたいで、そのまま特別参軍という身分になりますね。この特別参軍というのは実際地名参軍と言いますが、参軍でありながら、まあ王の補佐官みたいなことをやる仕事だと思ったらいいんですね。 で、実際この特別参軍になった金家氏は、まあ、一旦村上の軍用にはなりますけれども、歓迎軍を応援したような記録があります。戦争が終わった後に、ま、村上がずーっと、まあ、世蛇変えようかなーって、ヨンチャンデ軍がいるからでしょう。そういった話をした時に金家氏は、歓迎軍は王様に似てて素晴らしい人ですという話術で村上を説得したらしいんです。これを見ていた歓迎軍としてはとってもありがたいことですよね。 特に戦争が終わった後、自分の味方だった人たちも裏切っている中で、特に自分だけを応援してくれる金家氏は、関江軍にとっては、もっともっと大事な存在だったと思います。なので、尊女が亡くなった後、王になった関江軍は、やっぱり金家氏が好きなので、金家氏が好きだった。 というアピールをずっとし続けるんですよね。ただし、先ほど言ったように、金月氏は、尊女と一緒に寝室に入ったことがありますので、公式記録ではないんですけれども、こういった記録ありますよ。あ,ある日軍が 金毛氏を寝室に呼ぼうとしたら、それを見た三軍が、仙台王の女子ですお恥ずかしいみたいな感じで、歓迎軍に怒って、歓迎軍が困ってたというお話もあるぐらい、歓迎軍は金毛氏が大好きだったんですよね。二人の王を落としたこの金毛氏一体どういった魅力を持てたんでしょうか で、一応、金月氏の記録をちょっと見ていきましょう。いろんなドラマで、まあ、とても美人な方々が金月氏を演じていますが、公式な記録によりますと、 顔が咲いて泣いて書いています。えー、これはつまり簡単に言いますと、美貌は期待できないということなんですよね。えー、なので、実際は綺麗な人ではなかったようです。チャン・イ・ビンと違って、チャン・イ・ビンの場合は記録上美女だったけれども、金月氏は記録上美貌は期待できない女性でしたね。それでも、二人の王を落とした理由は何でしょうか一応関係、還恵軍日記。還恵軍の場合は王様から降ろされたので、 記録がなくてという形で記録が残っていますがこれを見てみると、えー、夜がすごかったという記録がありますのであの実際は金華師は情勢として魅力はすごかったかもしれませんね。 さらに、先ほど言った、菅栄軍日記を見てみると、菅衛軍が好きだった女性は、まあ、3、4人ぐらいいますが、その中で一番最愛だったのは、ソヨン・イム氏、そしてソヨン・ジョン氏、そして、三軍としては、金芸氏がいました。つまり、金芸氏は、側室ではなかったんですよ。これも、なぜでしょうか もちろん、関衛君は金芸氏が好きだったので、即室になるという誘いはあったみたいですけれども、金芸氏はなぜかお気持ちだけいただきますと言って即室を断るんですよ。朝鮮歴史上、まあ、振られた王様、長女、以前の動画にありましたね。まあ、それと同じく、なんか即室を断ったこの金芸氏素晴らしい女性ですよね。 ただし、その魂胆は、側室になってしまうと、お城の外に出られない、ということなんですよね。つまり、自由な生活ができない。金下氏はなんで自由な生活が欲しかったんでしょうか。つまり、金下氏の権力のためには情報が必要ですよね。その情報を自分が操って、歓迎軍を利用しようとする魂胆があった、とっても賢い情勢だったと思います。 で、なので、まあ、以前の動画でお話ししましたが、これは成功的で、えー、イーチョンという人と手を組んで、まあ、漢江軍を誘惑しながら、実際は民主とすごいコミュニケーションをしてた漢江軍が、だんだん民主とコミュニケーションができなくなる、お、漢軍にとっては、表面的には最高の味方かもしれませんが、実際は最高の敵だったのがこの金下士だったと思います。 もちろん、家臣たちもこれはしていました。なので、金月を追放してくださいという。 訴えが続いてたんですけれどもその時官兵軍はお前らが追放だと言っててずっと金下氏を守り続けるんですねここでちょっと話違いますけれども官兵軍が結構いろんな人を殺したという噂がありますが実際記録見てみると官兵軍は他の王様みたいに、まあ、無意味に人を殺したことはしてません金下氏に対する訴えがあった時も,もう本当に悪質な訴え以外は追放ぐらいで 許してあげたんですよ、ね、まあそれによってとにかく家臣と民衆から官兵軍は背を向いてしまって金芸師ばっかり見てしまう王としては決してやったらいけないことをしてしまいますよねもちろん金芸氏もこれ分かっている上で長男私だけ信じてください長男の周りには私しかいませんみたいな感じで官兵軍を洗脳してたでしょう で、そのある日、金毛氏にこういった情報が入ります。そろそろクーデターがあります。手伝ってくれると、今の権力を保障するという話がありました。それを聞いた金毛氏、官営軍を守るのではなく、用済みだと思って裏切っちゃいますよね。なので、その後にも、官営軍に対する暗殺の情報、反乱の情報が入っても、 金氏はずっとそんなことありません。嘘ですと言いながら、官営軍を安心させて、クーデターが着々進めるように手伝いますよね。もちろんその結果は以前の動画で言ってるように、えー、飲によってクーデターが成功して、官営軍が追い出されることになりますね。あ実際その裏には、金氏の工作があるとしてた官営軍は、 どういった気持ちだったでしょうか。唯一の心の頼りだった金下氏に裏切られた官兵軍。かなり悲しかったかもしれませんね。 もちろん、ここで金毛氏は、じゃ、飲所と手を組んで、自分の権力を維持するという気持ちで、幸せだったかもしれませんけれども、世の中を思うまま進まないんですよね。まあ、飲は、警視を使う必要が正直ないんですよね。なので、反逆者として殺せ。うちの方が飲所としては効率的なんですよね。なので、金毛氏は結局捕まって、皆さんがドラマで見ているように、反逆の罪として死刑をされますよね。この時の金毛氏の気持ち、 どんな気持ちだったでしょうかここで少し話変わりますけれども影後も勉強してみたら現代の韓国の中8代大統領だった元大統領パックネイ大統領とかなり似ているような気がしますよねまず2人はロイヤルファミリー出身ですあ今の韓国は大族ないんですけれどもまあもパックネイはどっちかと言ったら お父さんが特裁者だったので、ロイヤルファミリーみたいな扱いで育てられた、ある意味で姫だったんですね。で、その寂しさの中、おつまり、周りがお、実際は心を込めて自分のことを、えー、人として接してくれるんじゃなくて、その地位を狙ってくる人たちしかいなかったと思いますね。その中で心の頼りを求めることになり、その人たちが、歓軍の場合は、金氏、朴槿恵元大統領の場合は、チェイスンシールですよね。 で、最初は大人気でしたね。ゲ君も王になったばかりでは、まあ、大人気で、白ネ大統領もすごい支持率で大統領になりますけれども、在中判断力を失って、だんだん、だんだん支持率を失っていって、最後には人気がどん底で弾劾される。まあ、とても二人は似ているようなリーダーだったんですよね。 パクあバクネ元大統領の場合は最後に支持率が 5%5% と、えー、いうのはその以下がないのでほぼゼロに近い支持率でしたただしここではっきり言いたいのはですよね、えー、私が両方勉強してみても能力の面で、努力の面、愛民精神などは韓悦軍の圧倒的な勝利なのでそれだけはちょっと覚えてください え私から見てみると、朴槿恵元大統領は大統領よりはまあ、国会議員ぐらいでが良かったんじゃないかなと思います。で、ここでまた皆さん、韓国では結構、金ンゲとチャン・ノスが比べられますよ。のの場合は皆さんご存知のように 当選三大悪女の一人なんですよね。で金下氏の場合は三大悪女には入らず、ただその後方なんですけれども、ちょっと見てみると、チャンノスの場合は四三軍の側室だったんですけれども、最後まで四三軍を裏切らないということがありますね。ただ金下氏はすぐ裏切ったんですよね。どっちがもっと悪い人なのか、私としては今から考えるべきの楽しいことだと思います。 ただしここで皆さん覚えてほしいのがありまして関係軍がもう次の王様印数によっていろんな業績が消されてまあ、いろんな悪業が 強調されて記録されているように、え、金月氏も結局印象によって記録された人なんですよ。なので、一旦私は今日は記録上の話に基づいてお話ししましたけれども、まあそういったところも皆さんを理解した上で判断してください。金月氏は歓迎軍を愛してたんでしょうかまたは自分自身を愛してたんでしょうか じゃあ今日はここまでです。次のテーマはリクエストがありましたけれども、王族から平民になった姫、正明公主の話もちょっとしてみたいと思いますね。そして少し영창대軍の立場でも話してみたいと思いますので、皆さん楽しみにしてください。今日はここまでです。여러분、진짜진짜고마워요。안녕